撮影4日目。この日が締め切り日です。6割ぐらいですかね。終わりがまだ見えてないので、ちょっと不安というかですね。まだ6割。花澤さん、頑張ってください。これから描くのは今回のクライマックス。ヒロインヒロミが重要な告白をするシーン。自分が仲間を死に追いやったことを秀夫に告げます。3コマを使ってヒロミの感情の動きを表現します。1コマ目、決意を持って話し出すヒロミの横顔です。繊細な感情表現が必要な難しいシーン。表情を丁寧に探ります。本当リアルに突き詰めて描くとルーティーンな表情っていうのがなくなってくるから、はい、その局面局面で本当に微妙な表情になってくるから、はい、それを捕まえるってのは大変な作業ですよね。そうね。花澤さんの作品ってセリフは割とシンプルにしておいて、はい、間の風景感やら動作でゆったり描くっていう感じがするんだよね。花澤さんは人物の感情を言葉で描かず、コマの積み重ねと表情で伝えようとします。セリフは減らし、モノローグは使いません。宮本から君へも心のセリフとかは一切なしで書いてたんで、うんはい、あ、こんな内面文字に起こさなくても漫画として成立するんだっていうのがすごいまた衝撃を受けて、はい、僕もモノローグは一応禁止なんですよ。あ、そうなんですか。はい、それは表情で書いて、はい、演技で知らせるっていうね。なんか辛いわっていうふうに言っちゃダメっていう。そうなんですね。特に女の子はとにかくやっぱりもうそれこそゾンビよりも理解できないものっていう感じで、でうかつに僕がなんかその女の子のなんか丸丸くん好きみたいな書いちゃったらもうそれこそ嘘になっちゃうんで、それはやっぱ書けないなと。言葉を使わず絵で心情を伝えるって大変な作業ですね。一コマ目が終了です。感情を抑え込んでいるようなヒロミの表情が描かれました。続いて2コマ目、1コマ目横顔で話し出し、3コマ目正面の顔で告白する、その間のコマです。あれ、ネームでは口元の絵になっていますが、手の絵に描いたみたいですね。一回とりあえず顔の表情から離れてこれなんだよね。ああ、うん、あ、自分で気づいてなかった。そこを流れで見せないで一回反らしてパンって正面から見るっていう手法でうまいなと思ったんですよ。そうだったのか。いや、ほんと漫画ってだから不思議でさ、はい、僕なんかもそういうのを意識しないで、はい、やってるんですよ、はい、で後から見るとああそうなってんだっていうのを自然とやってるんですよね、はい、うん、一度顔から離れることで3コマ目の印象を強くするんですね。そしていよいよ3コマ目です。
自分が仲間を死に追いやったことについて決定的な告白をする瞬間、それを正面の顔で描きます。消してしまいました。目を伏せた表情に変えました。花澤さん、表情に悩みます。いい顔だけど、悲しい顔の方に持ってった方がいいのかなと思ったんですけど、やっぱり自分としては理解できてないんだろうなと思って、泣いてるのか笑ってるのか分かんない顔っていうのを、はい、上手に描きたいなってずっといつも思ってるところで、感情の押し付けになっちゃうじゃないですか。いやそれはね、もっとなんかこう幅広いんだよなみたいな。そうなんですね、それこそ書き続けたキャラクターのその6、7年のあれもあるから万感があるわけじゃないですか、それをやっぱり単純な感情で表現したくないんだよなっていうのがありますよね。やっぱり理解できてないのをなんか嘘つきたくないんですよね。理解しましたみたいな感じで書くのがどうもそこをちょっとねじ曲げるのはちょっとできないなと。でも感情は爆発してるよね。そうですね、何かの感情がバッて決壊したような顔だよね。最後まで表情を微調整します。ようやくこのシーンが完成です。これまで大切に描いてきたヒロインのヒロミ、その心の中と真摯に向き合い、あふれ出す複雑な感情をこの表情に託しました。締め切り日、深夜になりました。2時になっちゃったよ。まだちょっとかかりますね。7割8割ぐらい。あ、やだな、2時で7、8割そうですね、ちょっとまだちょっとやばいですね。これやばいね。
でもこれぐらいからようやく筆が乗ってくんですよね、追い詰められて。ああそうなんだね、はい、こっからなんだ。こっから楽しくなってくんですよね、うん、頭がなんか開いたような状態になるというか、うん、ああこっからアイデアが出てきたりとかするんで。あそうやっぱりその辺ちょっとどうかしてるね。ああやだやだやだ。ああやばいな。8時ぐらいか。何なんだこの、このグッドなタイミングの。やばいよこんなこと言ってたんだ。花澤さん、だんだん独り言が多くなってきましたね。朝の5時を過ぎました。追い込まれる時間帯です。読者に響くリアリティを追求し、最後まで手を抜かずこだわり続けます。漫画ならおとなしい自分でも人の心に届く自由な表現を生み出すことができる。子供の頃に抱いたその夢が花澤さんを支えます。もう漫画ぐらいじゃないですかね。18ページとか個人に与えられて自由に表現していい空間なんて、この主人公が1巻目で愚痴ってた感じですけど、やっぱり100年残る作品ですかね。そういうのが万が一できれば本当に嬉しいですね。朝7時、ようやく全ての原稿が揃ったようです。でもせっかく書き終わったのにあまり笑顔じゃありませんね。まあとにかくちょっと、一番へこむ瞬間というか、あらが出てしまう、見えてしまうところなので結構落ち込んでしまいますね。何なんでしょうね、でも多分一番本当に見えてる瞬間なんだと思うんですよね。あの書いているモードで見るのと、はい、そのいわゆる読者目線で見るのでは違うっていうのがあるかもしれない。ああ、それは本当にありますね。書き上げたら今度は出来上がったものと向き合う、悩み続ける日々は終わらないんですね。でも原稿は無事に完成です。読者に届くリアリティを求めて妥協せずに重ねた書き込み、そして登場人物と真摯に向き合い描くことができた表情、花澤さんの思いが詰まった作品が完成しました。ふざけることに真面目なあの人は上手に切り抜けるのが
下手くそで道を覚えるのか。疲れちゃいましたね明日から明後日ぐらいから仕事なんですけど、なんか1回分やっちゃった感じですごい疑似体験をね、疑似体験しちゃいましたね一本仕上げたなと。あー、これは結局出来上がった漫画がどれだけ皆さんの心をワクワク面白くさせるかっていうことだから、あらゆる手法が自由だっていうのは非常に面白い、それこそ漫画の考え方だろうなって思いましたよね。まあでもやっぱ本当にこの世界に入って本当にやっぱ技術的に桁違いの人が本当にいるんですよ。もうそれはもう浦沢先生もそうですし、そこの差をまあどうやって埋めていくか、まあそれのために使えるツールはもうとにかくどんどん使っていきたい。まあね、あんまね見たくないですよね、すごい人がでもあのやばいよやばいよやばいよって瞬間が一番楽しいって言うんだから今後も相当書くと思いますよどうでしょうね , 笑いながら